じゃ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 ーん。はい、ということでやっていきましょう。ブロスタ、昨日ねカナダで先行リリースされましたスーパーセルの新作ゲームブロールスターズ、今日もやっていきたいと思います。やっとねあのゲームのルールが分かって操作方法も慣れてきたので、まあ、昨日よりは探り探りというよりはどちらかというとゲームの紹介ができるんじゃないかなと思います。で今日ね初めてガチャを引きます。で今ゴールド300あるんですけれども、結構ね頑張って貯めました数時間かかった。なのでこの300のゴールドを使って3回引けるのかな、オープンブローボックスで。この、 ガチャの中身はこのキャラクターたちが出る場合もあるし、このエリクサーがね出てくる場合があるらしい。でエリクサーはどう使うかっていうと、このキャラクターの強化、HP 高くしたり攻撃力高くしたり、この必殺技の、ね、能力高くしたりっていうことで、まあ、自分の好きなキャラクターの自分の好きなステータスを上げていくことができると、言った感じになっております。ちなみにねスキンもあるんですよ、こんな感じで。まあ、エメラルドを使わないといけないんですが、スキン解放とかもあってね、結構いろいろ楽しめそうでございます。さあ、ということで、早速、ブロールボックス引いていきたいと思います。ブロボ。ブロボオープン。あ、こんな感じで、ね、タップタップって書いてる。じゃあタップしますよ。カチャッとな。おお、機械少女、ジェシー。ジェシーで合ってるかな？ジェシー新しくゲットしましたね。ジェシーは、あ、スキン一つしかないんだ。なるほど、なるほど。機械大好き少女みたいな感じですね。このなんかね、右にある機関銃みたいなやつを作って、で、そっからね、バン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 撃ってくれるみたいな、感じの攻撃をしてくれます。私が今使ってるのは初期キャラクターのシェリーですね。さあ、ということで、もう2個引けるのか。もう2個引いていきたいと思います。これ色とか関係あるのかな？もう全部この色なのかな？さあ、いけ。お！爆竹おじさんだ。爆竹おじさんね、結構使ってる方は多いですね。こう両手にダイナマイト持ってるんですけど、ダイナマイト投げて結構広範囲に攻撃してくれるので、ちょっと使ってみようかな。そしてもう一つ、さあラスト、エリクサー来てほしいな。おお、エリクサー来た。やった。エリクサーかけ1ということで、まあ、自分の好きなキャラクターの攻撃力とか HP を高くできますよと、言った感じですね。どうしようか、いきなりこいつ使ってみる。全然使いこなせないかもしれないですけど、爆竹おじさん使っていきましょうか。これどうやって選ぶんだろう。今自分が使いたいキャラ、あ、増えましたね。ニューイベント、これね、一番上のイベントは結構やったんですけど、これキャラクターが増えれば増えるほど、ほら5人のブローラーたちを集めるとこのイベントできるよ、8人集めるとできるよって感じで、キャラクターが増えるとこう4つとも遊べるようになるらしいです。ちょっと一回このスマッシュ&グラブ、スマグラやっていいですか。これでこうしてこう遊んで、あ、自分でここで選ぶんですね。よし、爆竹おじさん初プレイでございます。さあ、昨日ねジョイコントロールの方法だったんですけど変えました。あー、こんな感じね。相手がやばい、体力な、やば体力低い。あ、シェリーよりもだいぶ体力低めかな。あ、600しかないんだ。なるほど、なるほど。で真ん中から、お、なんて言うんだろう。やばい、追われてる。真ん中にね、この鉱山が出てくるんですけど、この鉱山を相手より先に10個集めて、で10個集めたままホールドすると勝ちですね。なるほど。よしよし、真ん中っていいよ。真ん中っていい感じ。あ、やばい、プロレスラー来た。やばい、あー、いた。全然ダメですね。爆竹おじさん難しい。必殺技早く使いたいけど。今7個相手にね、取られてるんですけど。よしよし。よし、必殺技来た。行くよ、必殺技。よし、ここに敵がいる。おっと、巨大ダイナマイトみたいな感じかな。よしよし、中央付近線としている。こんな感じで人の上にエメラルドのこうかけらみたいに出てると思うんですけど、これを押すと、あ、これを押すとじゃない、これがね、その人が持っているエメラルド鉱山の多さなんですよね。で今味方が9個持ってるんで、これをホールドしたままずっと持ったままやられなければ私たちの勝ち。やられるとね、自分が持ってるエメラルドがその場でやられちゃうんで、その場でなくなっちゃうんで、たくさんエメラルド持ってる人はそのまま逃げてみたいな感じ。オッケー、ナイスビクトリー。オッケー、
結構ねこんな感じでございます。全然説明できてなかったわ改めて説明すると、なんか真ん中からねエメラルドみたいなその宝石が出てくるんで、その宝石の奪い合いなんですよね。ただその自分がやられちゃうと自分が持ってるその宝石はその場で撒き散らしてしまうんで、やられないようにしながら相手より先に10個ゲットして、でその10個をホールドしたまま逃げ続けなければいけないみたいなルールでやるのがスマッシュ&グラブ。結構ね面白いです。あの見てて面白くないっていうコメント結構ついてたんですけど、あのゲーム性としてはすごく面白いですね。あのエメラルドの真ん中の鉱山のやつを取る人と、で相手から身を守る人とかこう役割分担とかするとね3対3の奥深さが出るんじゃないかなと思います。まだ私ね通話をつなげてないんですけど、結構クランはね面白いクランに入りました。イサポロンリーダーのどっちかメタルバンドっていうね、あ山本さんが動画撮るって言ってる。まあそんな感じで、はい、ということで2つ目のじゃあこのニューイベントやってみましょうか。ショーダウンデスバレーって書いてる。どういうこと？テイクダウンザアザナインアンドザ、もうよくわかんない。まあいい、とりあえずやる。シェリー使っていきましょうか。あ、10人なんだ。あ、6人対戦じゃないの？ 10 人。どういうこと？ 13 人だったけど大丈夫？え？広い。ボンバーマンみたい。なるほど。生き残れってこと？つまりは。危ない。生き残れってことだよね。10人残ってる、まだ。サドンデスバトルだわ。ん？あいつなんだ？やばい。何、モクモクしてる。いやー、3人いなくなった。あ、毒か、これ。ポイズンっぽい。あ、時間が経つと、外側からどんどん、ポイズンが迫ってくるんだ。じゃあみんな真ん中に集結してくるわけね。やばい。来てる。かくれんぼが正解じゃない？なんかあいつ、エリクサみたいに持ってると。いた。よし、エリクサゲット。これ何？どうなんの？能力がアップする系？やばい。よいしょ。必殺技打ちながら。シェリーはね、こう、振り返り打ちができるのが強いんですよね。やばい、ポイズンめっちゃ迫ってきてる。いいよ、いい感じに勝ってるよ。このダイナマイトをうまく使いながら戦えってことでしょうね。シェリーの特殊能力は振り返り撃ちです。よし、しかも射程も長いからね、相手としてはすごくやりづらいはず。よしこのモードは勝てというよりやられるなですからね。残り4人。ただ面白いのが、はい、あそこにガンマン。面白いのが戦ってないとあのエメラルドみたいなのもらえないから、エリクサ的なのもらえないから、そこはちょっと悩みどこですね。あいつがねマジ一撃が強すぎるんですよね。やばい。ポイズン来てる。みんな真ん中で競ってるけど、はい。オッケー。隠れた。おっと、やばい。あと2人って。ワンチャンある。機械少女強し。あー、やられた。惜しい。ラストまで残ったんだけど。ランク2プラス7という感じですね。はい。トロフィーも上がりました。いや、面白いな。4つのゲームモードがそれぞれね違うゲームになっているんで、まあ、こういった感じで遊んでいきます。でそれぞれ今ねこの緑のやつ、左下にゴールドが書いてあると思うんですが、それぞれ1日にもらえるゴールド数が決まっていて、多分4種類ともいろいろ遊んでいってゴールドを貯めてガチャを引くみたいな、感じだと思います。まあ、キャラクター全開放していったらどうなるんだろう。キャラクター全開放してエリクサーでキャラクターたちのステータスを上げていこうみたいな感じですかね。自分に合ったキャラクターのステータスを上げたりだとか、あと右下のこのカラス野郎とサボテン野郎がすげえね高いんですよ。600チップいるんで、チップとかも普通にあの何だったっけ、あのクエストっていうかこのダンジョンでゲットできるみたい。でエメラルドが課金要素ですね。こんな感じでエメラルドがねこう桁が違うんですよね。今までのクラクラクラロアとちょっと桁が違って、1桁分こう
なんだろう、貴重なエメラルドになっているので、今までの感覚で使っていると痛い目合うよって感じでございます。はい、ということで、今日はねこの2つのモードを遊んでいったんですが、いかがだったでしょうか。グロスタね、結構いろんな人の話を聞くとゲーム性的にはすごく面白いです。ただグラフィックがねちょっと日本向けじゃない、まあ毎度のことなんですけど、日本向けじゃないなっていうのは感じます。まあ、私はねちょっとまったりプレイしていこうかなと思っているので、また動画ね楽しみに待っていただければなと思います。ということで、今日の動画はじゃあこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。